はい、西目旬の命燃やすで始めました。ということで、亀さんが僕は初めてです。初めてで、はい、おなり役の柳孝之と申します。初めまして。初めまして。お願いします。そしてなんと今ミラクル9が収録終わりました。終わりました。たった今。たった今。どうですか、お気持ち。いや、でも意外にこう問題が少し最初の方は簡単で、うん、ちょっと答えられたんですけど、西目がすごかったですよね。パンってあの答えの手数が多すぎて焦りましたよね。なんでそんな目見開いてるの。旬が答えて25歳みたいな、そのこう回ってくるときに、まあまあまあ、多分ちょっとね期待してたんですよ。あ、そう。西目が多分答えられないかなって思ったら、答えみたいな。それでもうテンパりましたね。そうですね。でも正岡子規さんちょっと柳くんに似てたので、そうですね、あれ答えられなかったな。ちょっとね、がっかり、はい、自分にがっかりです。はい、だからまあこれを一発目なんでね、はい、糧にと言いますか、はい、これからあのいろいろバラエティー出て行きたいなと思ってるので、うん、宣伝ね、はい、はい、いろいろお邪魔して喋れるように僕たちも頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。じゃあね。じゃあね。